中国で警察官を装った男たちが売春した男性をターゲットにした脅迫容疑で逮捕された事件で、11月6日に初公判が開かれ注目を集めている。今年5月12日、男性が線路近くの民家で売春を行い、出てきたところを3人の男に捕まった。男たちは売春取締り中の警察官だと名乗り、警察手帳を見せられた男性は、売春を行ったばかりという後ろめたさもあってか、男たちに言われるまま警察車両に乗せられた。そこで家族の連絡先を教えることや、違反金5000元、約9万5000円を支払うことなどを要求された。妻に売春がバレるのを恐れ、男性は結局、ATM で下ろせるだけの金額4000円、約7万6000円を引き出して渡してしまったという。しかし、解放された後、警察官が何の手続きも踏まずに違反金だけを取ることなどありえないと気づき、警察へ通報。その後、容疑者とみられる男たち4人が逮捕された。犯人グループが使用していた警察手帳や車両は、偽造を専門にしている業者に頼んだもので、捕まった男の中には、以前強盗で3年間服役していた前科持ちもいた。男たちは、売春を行っている場所を見つけて、出てきたところを押さえるだけなので簡単だった。同様の方法で、他に、2人の男性から金を騙し取ったが、警察に通報した様子がなかったので続けていたと供述している。